どうした、もうしまいかね。クソ、クライブ、気づかぬか、お前の自我が自身の枷となっているということに。どういうことだ。ミュトス、召喚獣ドミナントとは何か。神の力の一端を賜りし者、その身をもって神の意向を世界に広く示す駒。そう、それが我らドミナント。この力がアルテマの。神の力は本来人の身には余るもの。わずかな光子で体を蝕む、最大限に力を発揮しようものなら人の姿を保つことすらできない。そうしてこの体は人ならざるものへと変貌していくのだ。召喚獣と、それほどに神の力とは兄弟。だがお前は違うはず。召喚獣の力を行使しながら、それによる負荷を感じたことはあるまい。何を言っている。ならばこう言おう。ドミナントとはお前のために用意された家。ドミナントたちを喰らい尽くし、神の力を得る。それが世界の礎たるお前の役割。ドミナント。そうだ、今のお前は自我に飲まれ、ただ喰らうという本質を忘れている。己の役割を思い出さぬ限り、我が鎧を打ち砕くことすらできない。しかしそれを気に病むことはない。この世界の全ての人々がお前のように囚われていたのだから。そして長きにわたって自我に苦しめられてきた我々に、ついに神は救いの手を差し伸べられた。原初の楔によって人はあるべき姿へ戻るだろう。あるべき姿とは何。神に仕える無垢なる存在よ。まさか。そのような俗な呼び方はやめていただきたいですね。自我なぞという人の汚れから解き放たれた無垢なる者たちなのですから。彼らはそう、いわば神の兵。全ての人をアカシアにする気か。それこそが人の本来の役割。神が作る誠あるべき世界では苦しみから解放され、人は誰もが等しく静かな生を全うできる。ようやく人は救われるのだ。させない。そんなこと絶対にさせない。俺たちが望み作りたいのは、人が人として生きていける世界だ。奴に生かされる世界じゃない。思念の鎖をまた強くしたか。自我の高まりが互いに影響を。ならばその佐賀を使わせてもらおう。クライブ。残るドミナントはミュトスに縁近き者。思念の鎖で互いのつながりが深くなれば、手を出さずともミュトス自ら喰らうやもしれん。御方の意向とはいささか異なるが、それが役割であるなら許していただけよう。陸まではすぐよ、走り抜けましょう。ジル、行けるのか。長くは持たないけどね。
エンタープライズは飲み込まれていなかった。きっと大丈夫だ。海の氷をたどって迎えに来てくれるさ。ここで朝を待とう。やはりバルナバスは強い。今の俺では。だったら彼の言う通りに自分を捨ててアルテマの器にでもなる。そうはならない。あなたはきっとそうしない。君は俺が怖くはないのか。奴の言ったことが真実なら俺は人ですらないのかもしれない。イフリートへの権限だって何か別の存在へと変わっているだけだとしたら。そうだとしてもあなたがこれまでしてきたことは何も変わらない。振るった力がたとえどんなものであれ、いつも誰かを守るために戦ってきた。あなたは人々を守り、救ってきたわ。違うの？だが多くの人を殺した。もし俺の役割がそうさせてきたのなら。子供の頃からちっとも変わらない。たった一人何もかもを抱え込んでもっと頼ってほしいのに。いつもそうやって一人でいるから一番大切なものを忘れてる。あなた自身よ、クライブ。今度は自分のために戦う。あなた自身のために。俺がいつ人でなくなってもおかしくない。人でありたいと願う限りあなたは人よ、クライブ。私がそう信じる。人は守りたいもののために生きて、生きるために戦う。あなたは私にそう教えてくれた。あなたと戦い続けるわ、最後の瞬間まで。あなたを守るために私は生きる。クライブ、そんな、あなたが。
う必要なんて。ようやく分かったんだ。俺が背負っているもの、罪も思いも、その全てが俺自身を人にとどめてくれることに。またこうやって月を見よう、一緒に。私も誓うわ、クライブ。何があっても私があなたを見つけるって。ありがとう。君の笑顔のおかげで俺は満たされる。このあとすぐバルナバスを追う？いや、ヤツとはいずれ顔を合わせる。嫌でもな。今は俺たちがやるべきこと。最後のマザークリスタル、ドレイクスパインの破壊ね。アインヘリアルは海に沈んだ。奴らもすぐには動けないだろう。一度隠れ家に、まずは体勢を整えるんだ。
そして万全に支度をしてから再びこの地。話を聞いたぞ、クライブ。海が割れたってミドが大騒ぎしてた。みんなよく無事だったもんだ。なんとかな。エンタープライズはロズフィールド卿が？ああ、おじさんに預けてきた。ランデラ近くの港町で補修と物資の積み込みをしてもらっている。俺たちの支度が済む頃には出航できるだろう。あっちもアカシアの対策に追われてなかなか大変みたいじゃないか。人も魔物も次々とアカシアになってるらしい。おじさんも難儀していたよ。あの御仁のことだ。そう簡単にくたばらんだろうが、こちらもできる限り支援をしておく。活動資金の借りもあるしな。すまない、頼む。ジョシュが治療を受けているはずだ。医務室へ行ってみよう。